はい、皆さんこんにちは、こんばんは、月平です。今日はですね、どうやら最終回になりそうな雰囲気がありましたので、早めに皆さんにご挨拶をしとこうかなと思い、このようなオープニングにさせていただきました。まずドラクエ10オフライン、今日までご視聴いただいた方々、および、ツイッターの方で応援メッセージをくださった方々、本当に励みになりましたし、皆さんの応援メッセージがあって、ここに、今日まで来れたものだと思っております。今後もね、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。それではね、早速長々しい説明も省いて早速ゲームをやっていきましょうか。はい、早速やってまいりました。前回ね、金のキーエンブレム、最後のキーエンブレムを、入手したことで、おそらくこのグレン城下町のこの最後のイベントであろうところに行けば、ネルゲルのところに行けるのかなと思っております。早速やっていきましょう。うん、起きたね。イベント、最後のイベントか。どうだ、すごいだろ。揃えてきたぞお前。だから何？え？私たちはできたんだよ。願って希望を持ってやり遂げたんだよ。全部揃えてきたのにまだそんな態度取る？フィーフィー。遅いな。天才の私には到底かなわないわね。舐めてんのかお前は。そういうお前は何してきたんだよお前。私は天才よ。歴代最強よ。どうした？できるのよ。できたのよ。何が？冥王の心臓に負けないハジャブ。マジで？できるじゃない。すごいな。天才だから。できた。できたよ。できたのよ。で、あいつはどこ行った？あのおばちゃんどこ行った？いや、そういう俺たちもキーエンブレム相当頑張って入手してきたぜ。本当。あ、当たり前でしょ。ね、歴代最強なめるな。なんだ、ツンデレか。これでいつでもネルゲルとやらボコリ抜けるわよ。そんな簡単にボコれる相手ではないよ。準備ができたら、ランドン山脈の山頂に来てね。あ、はいはい、前行ったことあったね、そんな。早速やってきたぜ。どこだ？よし、これでネルゲル倒しに行けるぜ。来たぞ。待ってたわよ、月平さん。ハジャブネを呼ぶ準備はできてるわ。本当にこのまま冥王の心臓に行っていいのね？ちょっと待って、おばちゃんにも話を聞いてみたい。お前は何しに来た？お待ちしておりました、月平様。ハジャブネを呼ぶ準備は整っております。さあさあ、どうぞフィーフィーに声をかけてあげてください。才能あふれる若きハジャブネ神。お前はなんでここにいるんだ？いらなくね？お前いらなくね？よし、じゃあ準備できたよ、フィフィ。俺を冥王の心臓に運んでくれ。今度は失敗しねえよな。頼むぜ。放浪のマフーバーも効かなかったし、お前のおばちゃんも変な、なんだ、あれ。なんか、手押しじゃねえよ。はあ、変身する？ん？あれ、どっかで見たことあるぞ。なんでこの時代にいる？魂だけ？もしかして。久しぶりだな。遠い約束。うん。いや、友情に応えて力を貸してやるとしよう。どういうこと？なぜエルジュがいる？この子は僕と真逆だな。才能はあるのに思い切りが悪いんだ。うん、そうか？失敗することばかり考え、うん、一歩も動こうとしないから、うん、歯がゆい思いをさせられたよ。まあ人間はね、失敗するから前に進めるのだよ。さあ、我が一族の力、一族の力、また存分に使ってくれ。お前死んでんじゃねえかよ。お前魂だけじゃねえかよ。なんかできるの？お前
を貸すのか、その子に。取り付く？そんなことしないか。おばちゃんいらなくね。さあどんなかっこいいハジャブネが出てくる？うん。ああなるほど。一緒だな。変わり映えしねえな。大丈夫か？全員乗れる？どうかしら。うん、飛べばいいよ。とりあえず飛べばいいよ。やっぱりこのスワンちゃんが最高のハジャブネだわ。うん、そうだな。フィーフィー。よくやってくれました。うん、そうだよな。お前のスワンは爆発したもんな。なんか冥王の心臓へ向かう前に一つだけお話しさせていただいてもよろしいかしら。いやごめんなさい、先急いでるんで。またにしてもらっていいですか。冥王ネルゲルはかつてあなたとフソエルジュが戦ったレイダメテスより生まれいでし存在と聞き及んでおります。はい。すなわち冥王ネルゲルの討伐は、我ら四術師にとっても500年越しの悲願。どうかよろしくお願いいたします。何をよろしくされてんだ俺は。じゃあハジャブネが動くよ、念じて。俺が念じるの？はーって言えばいいのか。それで飛ぶのか。おい大丈夫か、お前崖すぐそこだぞ。落ちねえよな、まさか。飛ぶよな、ちゃんと。すごい心配。ん？なん？ん？どうかお気をつけて。飛ぶ運をお祈りしております。不安しかない。飛ぶ？本当に飛ぶだろうな、本当に。落ちる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 。ん？飛んでる？これ陸走ってね？陸走？あ、雲の上だ。雲の上だ。俺陸走ってんのかと思ったよ。いける？いける？すごい。変身するとはちょっと思わなかったな。フェニックス。なるほど、これで一気に来た。さあやってきたぞ、冥王の心臓。スワンちゃんはいる。すごい世界だな。おい、あ、なんか書いてある。読めねえけどな。宝箱、なんか最後に何をくれるんだい？なんかすごい剣とか入ってる？いられ。うん、ムービー入ったな。もう何？出てくる？ネル、ゲル？ついにここまでたどり着いたか。忌々しきエテーネの生き残りよ。やはり貴様たちエテーネのためだ。うん。この冥王の野望を脅かす危険な目であったな。だが我が巨匠冥王の心臓に乗り込んでくるとは愚かな。貴様がいくら力をつけようとも、この死が支配する世界において我は無敵。何この魔王城にいる魔族は無敵みたいな感じは。早く我が玉座まで来るがよい。我は貴様の訪れを歓迎するぞ。もうすぐ行ってやるよ。首を洗って待っとけ。ネル、ゲル。さあ来たぜ、ネルゲル。着をつけようじゃないか。ようやくここまでたどり着いたか。待ちかねたぞ。待ちかねたぞ、エテーネの生き残り。よくも俺の村の人々を、俺の村を破壊してくれたな。自分が魂を捧げるため自ら現れるとは、良い心がけよな。みんなの無念をここで晴らしてくれようぞ。あ？これは。まさかどっかに飛ばされる？なんですか？こんなもんいらねえですよ。
嫌な予感がしたのはこのことだったのですか。ちくそ、ビクともしねえ。もうゲームオーバー、もうゲームオーバーか。おい、その冥府の爆破は、うん、死者たちの怨念で余れた、うんうん、なるほど。聖者には決して解くことはできない。聖者には解けない。じゃあ死者だったらいける。あれ、さっきのエルフ、エルジュ来いよ。なんとなく想像はつくいく。あー、やっぱりね。助けてー助けてー。よし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 、ナイス。この鎖を生み出した死者たちの怨念は全て私が引き受け、共に天へと連れて行きましょう。エルジュはどうした。エルジュ、エルジュは来ねえのか。ですからあなたは必ずやネルゲルを倒し、うん、レンダーシアの封印を解いてください。必ずか、約束はできねえけどな。私の、私の何？よもや霊魂が我に逆らい、うん、冥府の爆破さえも解き放つとはな。珍しいものを見せてもらった。だが貴様ごときがこの我を倒そうとは片腹痛い。ほう、冥王とは、うん、あまねく死を滑るもの。そしてそして、うん、生きとし生けるものは全て力は逃れられぬのだ。それはお前もな。さあ、村を滅ぼされた恨みを晴らしてくれようぞ。死して我が軍門に下るがよい。くだらぬ、行け。我自ら刈り取ってやる。行くぞ。バカな、これで終わりじゃないだろう。如きがこの冥王に膝をつかせるなど。だがまだ倒れるわけにはいかぬ。だよね。全世界を闇の封印に落とすという大謀があるのだ。さすがに今のだけでちょっと開けなかったからな。闇の根源よ、我に力を与えたまえ。何、大魔法。この身を捧げようぞ。この身を捧げる。何？ちょっと待て、こんなん食らったらお前ひとたまりもねえだろ大丈夫かおい。おいおいおい、でかいぞおい、でかっ。ん？え、何、合体？どういうこと？これで握り潰されてエンディングだったら面白いんだけどな。おい、どうした？おい、強靭なる肉体を、この絶大なる魔力を。それがお前の真の姿か。強そうだな。全ての死を作り出し、全てを死に歯並びいいな歯並びいいな、ネルゲル。今こそ
力を貸しましょう。私の作り出せし降臨の上を戦いの場としなさい。ほう、何我の前に立つ者すべてに等しく死を与え、さあ最終決戦だ。絶望しろ、でかでかでかいなおい。まあネタバレも含むからな、ここは飛ばしていこうか。よしかかってこいや、ボコボコにしてやっからよ。聞かねえぜ。よし、これで本当に最後か。マユレベルアップしたな。いやー硬かったな、さすがに硬かったよ。なんだったらもう死んじゃったからな。なかなか強かったよ。これで本当に終わりでいいよな。さらなる変身はないよな。ん？誰？あ、デルゲルか。うん、敵を撃つことができて満足か、エテーネの生き残りを。はい、満足してます。満足してるよ。だが我を倒しても我を生み出せし闇の根源が断たれたわけではない。うん、じゃあ倒したでいいのかな。とりあえずはき闇の根源よりさらなる最悪が生まれ落ち、この世界に滅びをもたらすだろう。とりあえず終わりっぽいな。はい、それではね、エンディングに入るかもわからないので、とりあえず一旦解説をやめて、皆さんも一緒に楽しんでください。
どうした？死後の世界？ついに冥王ネルゲルを倒したのですね。倒したよ。この世界の生きとし生けるものに代わってお礼を言わせてもらいます。ありがとう、エテーネの村の人。生前私は不思議な夢を見ました。その夢の中で私はある光景を見せられ、うん、一つのお告げを得たのです。お告げ？その光景とは、エルフの暮らす大地の緑が荒れ果て、やがて全て失われるという恐ろしいものでした、そしてお告げは私に道を示しました。世界中に眠るエルフの失われし呪文を身につけることで、その危機を止めるようにと。目を覚ました私は自分の使命を自覚し、苦労の末ついに失われし呪文を一つ見つけ出したのですが、ああ、それがあの時か、死んだ時か。呪文を復活させるのに失敗し、うん、その反動によって起こった衝撃で命を落としてしまったのです。なるほどね。思えばあなたの魂が乗り移ったのはその直後のことでした。うん。私の心残りは夢のお告げを達成できなかったことですから、それをあなたに託したいのです。うん？託す？どうかレンダーシアへ渡り、うん、私の姿を使って、うん、失われし呪文を身につけ、うん、大地が荒れ果てるのを止めてください。はあ、嫌ですけど嫌だけどめんどくさいもん。いけませんね。自分勝手な望みを。そうだよそうだよ、そういうことはな。ちゃんとしっかり自分でやるべきだよ。お任せします。うん、任せないで、他力本願やめて自分でやれ。とにかく私の思いを伝えることができてすっきりしました。これで安心して眠りにつけます。なんでお前だけすっきりしてんだよ言うだけ言って。ええ、今度こそ本当にお別れです。もちろん私の姿はこれからも自由に使ってください、うんうんうん、さようならエテーネの村の人、どうか末永くお元気で。あばよ。てか一つ思ったんだけど、ゲーム始めるときに、まあ、キャラ作成であったじゃないですか。まあ兄弟を作成する、あれは自分のキャラはいいとして、そのまあ俺は弟にしたんだけど、大丈夫？そこの部分いらなくなかった思ったけど俺はそう思った。だって全然弟出てこないもんね、この話でここまで来て。あ、でもあれか、次回作につながるのかな。おそらくそうなるかもね。元の世界にこれで帰ってきたのか？帰ってきたんでいいんだよ。うん、そうだね。外から見ていたら突然冥王の心臓が震え出し、うん、ただならぬ様子に見受けられました。うん、そうだね。
そこでフィーフィーが駆けつけたのですが、間一髪でしたね。間に合ってよかった。てか店員オーバーだから降りてもらっていいですか？何しに来たんだよお前は。お、ホーロー乗ってる？もしかして。ホーロー世界つく何弁当食ってんだよお前。人がネルゲルと戦って世界救っとる間何弁当食ってんだよお前よ。それそこから、うんうん、やったなこいつ本当に。まあともあれなんか平和が訪れたようだな。エンディング流れるかなこれで。あ、そうだね。ということでね、今日まで、ご視聴くださった皆様本当にありがとうございました。応援メッセージくれた方もね本当にありがとうございました。今後もね、まあ引き続き、まあどのゲームやるかまだ未定ですけども、引き続き、見てもらえたらなと思っております。皆さんのね、応援のおかげでここまでやってこれました。まあ最初当初はねいろいろちょっと緊張とかしましたけども、まあ少しずつ、その実況というか、配信することにね、喋ることにもう少し慣れてきたのかなと、実感している次第でございます。また次回の、ゲームでは、もっとね、スキルを上げて皆さんに楽しんでもらえたらなと、心より思っておりますので、ぜひその時はね、メッセージなど声をかけていただいたら私も、本当に嬉しいのでよろしくお願いいたします。まあ、しばしエンディング流れると思うので、まあ、それを、皆さんで楽しんでください。まあ、最後にね、いつもの言葉を言って、実況を終えようかなと思っております。それでは皆さん、また次回の配信までごきげんよう。バイバイ。